3D プリンターで、ステップワゴンのミニカーを作ってみた。3D データはブレンダーで作成した。今回はレイヤーの高さを変えて仕上がりを比較してみた。当然レイヤーの高さは小さい方が綺麗なんだけど、その分造形に時間がかかる。個人的には、0.05mm でも十分綺麗だと思うけど、0.02mm だとどれくらい違うか実際に比較してみた。無限のエアローをつけてみた。光造形プリンターで造形した。今回は 0.05mm と 0.02mm の2通りを作ったけど、0.02mm は造形に9時間もかかった。毎回やるには厳しい。あまり長時間だと液晶が劣化しそうで心配。写真で見ると 0.05mm は積層根が見えるけど、0.02mm はかなりフラットに見える。この後スポンジヤスリで表面を研磨したらどれくらい変わるかにも興味がある。ベリッと一気に剥がす。裏はデコボコ。塗装前に 3M のスポンジヤスリで積層痕が目立たなくなるまで表面を研磨した。サフの後に表面を研磨してみたけど、側面の積層痕は同じくらいに見える。レイヤーを 0.05mm と 0.02mm の2通りを比較してみた。どちらも塗装前にスポンジヤスリで表面を研磨した。0.05mm の方はかすかに積層痕が残っているけど、0.02mm の方は積層痕がほとんど消えている。確かに 0.02mm の方が綺麗だけど、0.05mm も近くで見なければ、積層痕はほとんどわからない。造形時間や LED と液晶の寿命を考慮すると、0.05mm で十分だというのが今回の結論かもしれない。あと、
モノクロ液晶タイプの 3D プリンターが欲しくなった。3D データはシンギバースにアップロードしてあります。ご視聴ありがとうございました。